ゼロクラウンです。暑いですね。すでに33度になっております。毎日35度超えですが、はい、車は欠かせませんね。エアコンもね、まあ、エアコンもだましだまし、使っておりますが、やっぱり、なんかの拍子にエアコンが効かなくなる。ちょっと勉強しましてね、エアコンリレーバルブ、マグネットクラッチ、それぞれが正常なのにそれでも突然効かなくなる、またエンジンを1回切ってもう1回かけ直すと嘘のように何事もなかったかのようにエアコンが効き出す、そんな、事例をちょっと見つけました。専門の方が調べていくうちにですね、どこが通電してるかとかで、私ちょっと苦手なんですけども、全ての通電を調べ、ね、回路を全て調べてね、行くうちに、まあ、もちろんコンピューターもパソコンも差し込んでね、マグネットクラッチのオン・オフ、要はオフになってコンプレッサーが回ってないからエアコンが効かなくなるわけで、はい、まあ、その他の事情は別でね、まあ、詰まったりするとずっと効かないでしょうし、聞いたり聞かないのはね、どうしてもやっぱり電子回路、電子制御というお話になるかと思うんですけれども、その、事例はですね、突然聞かなくなる、その聞かなくなる時を調べるっていうのがまた難しいんでね、何日もかかるそうなんです。はい。で、その原因はですね、スロットルボディ、要するにアクセルを踏み込んだ開くやつね、空気をこう吸い込むところ、なんていうんでしょう、スロットルボディなんですよ。そこにあの蓋がついててね、めくれるんですね。で、間が空いた状態によって車がこう加速するか減速するかみたいなね、こんな感じですわ、ゼロクラウンで言ったらね、はい。この部分に汚れが溜まっててアイドリングが不安定だったからということでね、要するに700回転ぐらいを、下回ると、何でしょう、あのコンプレッサーのマグネットスイッチがオフになるんですね。まあ、それを突き止められたようで、はい、じゃあ私のもそうなのかなと思ったんですけども、いえいえ、常日頃トヨタさんに入った時にはスロットルボディの汚れ、除去お願いしてるんで、今エンジンのアイドリング不安定、あのブブブってゼロクラウンあるあるなんですが、それもなくなりましてですね調子のいい状態を保っております。はい。だからそれは原因としてはね、ボツになってしまいました。また新たなる、エアコンの効かない原因を探す旅に出なければいけなくなりました。ありがとうございます。今日もゼロクラウン始まります。